みんなで作るマスラボのセンスバルです。さあ、このマスラボではツイッターや LINE 等で視聴者さんからいただいた両門を中心に開始しております。全然ね、滑舌が悪いですね。はい、ということで今回数式 VS 幾何 VS ダークライン、もう中二病じみたタイトルだったと思うんですけれども、まあ、言うたらこの問題を高校数学である数式で、そして中学数学でも解ける幾何で、そして僕がダークライという立場でねやりたいと思います。まあ、実際ね、ちょっと余談ですけれども、僕はあのポケモンの経験めっちゃ長くて、青からやってました。青って何ってなると思うんですけどね、もう最初ね、赤緑で青っていうのはちょっと若干特別みたいな、青をね3歳か4歳ぐらいで買って、そこから金銀クリスタル、ルビーサファイアエメラルドで、そしてダイヤモンドパールプラチナまでね、もう全部やってました。はい、ということで、そんな僕がポケモンと関係ないんですけれども、いろんなね解き方で、知ると、まあ、つまりもうポケモン図鑑をね、こういろいろ集めるような感じで、ぜひやってもらいたいなと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずこれ、まあどうですかね、数式で多分ほとんどが解くんじゃないかなと思うんですが、まあこれ見た時に、はい、2つ解法が思い浮かぶかなと思います。1つが余弦定理。はい、余弦定理を出してもいいですよ。余弦定理だと、はい、3イコールはい、このようになります。展開すると、まあ、こうなりますよっていう感じではいいんですけれども、これ多分あんまりおすすめしないですよ。ここでもしかしたら手が止まって、あとどうしようってなる人多いので、今回ね、どこに注目してほしいかっていうと、やっぱり60度なんです。もっと言うと、はい、ここを角度 AB としたら、角度の条件決まりますよね。もっと言うと、ここ、はい、向かい合う辺と角度ですから、こっちでやった方がいいんじゃないですか。はい、正弦定理、なんか正弦定理の弦がなんか、ね、空中浮遊してますけれども、正弦定理より、まあ、こうなりますよね。これ計算すると2になるということは、それぞれ A とか B を sin A sin B で表すことができるというわけです。今回角度にね、一つ条件があって、A たす B っていうのが、まあ、120度ですよっていうのはありますから、あ、なんかいけそうだということで、はい、このようになりますから、僕たちが求めたいこいつ、AP たす BP っていうのが、まあ、こうなりますよと。で、まあ、いろんなやり方あります。例えば B をね、120度引く A にして、ここに代入とかでもいいんですが、まあやっぱりこの辺の最大最小って言われた時は、僕はほとんどの場合はもうこれを積の形に直す、和積の公式です。まあ積用とかであれば、あの小数でね、語呂合わせのものを出してますので、まあ、ぜひ見てない方見てほしいんですけれども、はい、和積このぐらいだったらパッと出せるようにしましょう。はい、このような感じになりますよと。で、今回 A たす B が120度ですから、まあ、こんな感じになりますよと。で、こいつの最大値ってことは、コサインが1であればいい。コサインが1の時ってどういう時ですかっていうのを後から考えましょう。これがルート3になります。コサインが1の時っていうのは、この中身が0であればいいので、等号成立は A イコール B の時、まさに A イコール B イコール60度の時ですよ。これって、まあ、正三角形になる時ですよねというところで、はい、こいつが出せたら、こいつは自動的に2ルート3ということは分かってフィニッシュ。OK。なんで、まあ、この辺の予言定理だけしか思い浮かばなかった人は、ちょっと、あーってなったかもしれませんが、全然共通テストとして出ますからね、レベルです。じゃあ、それを、はい、幾何で解くと。つまり、僕たちの正弦定理、予言定理とかではなくて、もう中学生がやるような知識で解くとなると、どうするか。さあ、まず、これ。60度を満たして P がいろんなところ動きますよね。例えばこれ、よく皆さんやりませんでした？これが例えば60度で AB と、じゃあ P1 とすると、言うたらこんな感じで動きますよね。 P2 とか P3 とかすると、これ何が言えるかっていうと、角度固定で動く場合は、これ必ずもう高校生でも押さえておいてほしいことは、ごめんなさい、この P2 が本当はこうなんですけれども、言うたら A と B と P は同一円周上にあるっていうことは、分かるの分かりますか、分かるの分かりますかっていうか、つまりこれ円周角の定理なんです。この、はい、弦 AB に対してずっと60度
60度、60度ってことはまさに、まあ、円周角の定理の逆ですかね、言うたらこれが同一円周上にありますよと。同一円周上であれば60度だったら60度、60度だし、ずっと60度であれば同一円周上ですよ。これやりましたね。はい、というところで、まあそれは分かったということなんですけれども、まあ図形の定石ね、若干今回補助線が必要なんですけれども、今回言うたらこの折れ線ですよね、 AP たす PB を出したいわけですけれども、その最大値と言われたら折れ線はまっすぐ伸ばすっていうの定石があるみたいです。まあこれね、僕あんまり高校受験とか中学受験あんま好きじゃなかったんですけれども、なぜかってこれがね、そのひらめきチックだったから。まあ、ただね、これ実際に大事です、機械の考え方として。つまり折れ線今回これですけれども、これを伸ばしてあげましょう、これ。例えば、今回、ざっくり言うとね、AP たす BP ですよね。これ BP と同じ長さのこういうものを作ってあげましょう、という考え方をします。今回これ60度ですよ。ちょっと汚いですけどね。で、BP とここにじゃあ P' っていうのを作りましょう。すると、こいつとこいつが同じ長さになるように動かすってことは、二等辺三角形です、これは。で、外角が60度ってことは、実はこれ、30度、30度っていうのが決まるわけですね。ちょっとこれ今ごちゃっと書きましたから、もう一丁丁寧に書きましょう。はい、こうあったときに、これを伸ばしてあげますよ、と。で、ここを P' とすると、ここははい、60度でしたよ。で、こうなると、ここが実は30度を固定した状態で回るわけ。つまり何が言えるか分かりますか？実は僕たちが求めたい AP たす BP っていうのが、これを見てください。AP' になるわけ。つまり僕たちはもう AP' の最大値を求めればいいわけなんですが、ずーっとこれ30度固定した上で P' が動くことよ。ってことはさっきやったものと同じ。これ60度動かして、満たし、固定して、動かしてるのに対して30度固定してますから、次はですね、なんと、はい、ちょっとでかい円になりましたけれども、 P' っていうのはまた同一円周上動くわけ。つまりまあこんな感じでもいいし、そしたらここはまあ P になるわけですけども、こんな感じとかね、いろいろなりますよということでございます。はい、ということでこれ AP' の最大値考えますよ。例えばもうこれだったらAP' こんぐらい、ここからわーって大きくなっていって、一番最大の時ってどこ、円の適当に結んだこの直線において一番最大なのはまさに中心を通る時ですよね。この ABP' を通る外接円の直径になる時が、これじゃあ P' の2としますと、こうなる時、つまりこのようになる時が一番最大値ですよね。つまり AP' ってありましたけど、これは AP'', つまりこの直径になる時が最大なんだよということが分かりました。じゃあそこから逆算しましょう。今回ちょっとここにビーってやると、ごめんなさいね、これはまあ O って書きましたけれども、これ今回半径全部この、半径ってことは、こいつも半径ですよね。で O' っていうのを思い出してください。ここって60度ですよね。OK。なぜかっていうと、ごめんなさい、これちょっと図が悪いんですけれども、この実は直径、ごめんなさい、この O っていうのはこの PAB のこの円周上の点でもあるんです。ここね。だから実は AP'B が今30度って話をしましたけれども、そこから意外がここに60度になりますよと。60度ってことはこれ P と同じですから、ちょうどこの O、まあ、中心がこの円周上と同じになります。で、何度も言いますよ。今回僕たちはこの R としてあげると、2R を出したいわけ。つまり外接円の半径を出したいわけね。そしたらどうなりますか？あとは簡単。これ正弦定理とか使わずに中学生の範囲で解くと、はい、ここが R。で、ここルート3ね。で、ここも R。60度。二等辺三角形で、ここは60度ってことは、ここも60度。ここも60度になります。つまり、実は、この直径になるときっていうのは、三角形 ABO、あるいは ABP が、正三角形になるときだってことが分かります。
つまり OA イコール OB イコールルート3ということなので、こいつがルート3足すルート3で2ルート3となってフィニッシュという問題でした。まあいかがでしょうか。まあこれね、まあ、ダークライの立場からすると、まあやっぱこっちですかね。うん、これはまあ、なんとなくね、理解とか誘導があればって感じですけれども、まあ、こと大学受験においては、こっちが多分記述もしやすいですし、まあ、ちゃんとね、数式で分かりますので、次こっちをね、しっかりと、まず解けるようにした上で、まあ、プラスアルファのこうスパイス的な、調味料的な要素として、こっちもね、ぜひ、思い出してほしいなと思います。はい、ということで、今回、岐阜薬科大学の問題でした。まあ、マスラボはですね、他にも、いろんな数学の問題を毎日投稿してますので、もしよければね、数学得意にしたいよとか、好きだよっていう方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。